日本神奈川県川崎市川崎区、鈴木町鈴木町は、神奈川県川崎市川崎区の町名である。住居表示は実施されているが、町名は設けられていない。面積は497,805.5平方メートルで、ほぼ全域が味の素の工場及び河川敷であり人口はない。川崎区の北西部に位置し、北は多摩川に臨む。西から南にかけて、 港町、大志駅前2丁目、東は中瀬1.2丁目に接する。町の南部を東西に、京急大志線が走り、西部に鈴木町駅が設けられている。河川敷を除くと、ほぼ全域が味の素及びそのグループ会社の敷地であり、2015年には企業博物館、味の素グループ旨味体験館がオープンした。大線の南側から、港町、 大志駅前2丁目にかけては、メルシャン川崎工場があったが2003年に閉鎖され、跡地のうち鈴木町にかかる部分は、味の素の食品研究所及び旨味体験館となっている。味の素の敷地は、隣接する港町及び、中瀬1丁目にも広がっている。1914年、鈴木商店川崎工場開設。1929年12月10日には京休。 大四店に、味の素駅が開設された。1937年に、川崎市増式、大四河原の、新宿、久根崎、八万塚の一部から鈴木町が新設された。町名は、味の素創業者の鈴木三郎介にちなむ。1965年に、大四西町と中瀬町二丁目の各一部を編入。1972年には、中瀬二丁目と、 大使西町、中瀬一丁目の各一部を編入した。ありがとうございます。